どうして私と来たんだ。そこで私を連想するとは、よほど私は仕事人間だと思われているらしいな。いや、いいんだ。私にも原因はあるのだろう。確かに君といる時はいつも仕事のことばかりだった。そうだな、機会があればだが、いつか君を旅行に連れて行ってあげよう。そうか、なら私が何とか片付けよう。ああ、二人で力を合わせ中林さんの件を解決しよう。それについてだが、実は中林さんの調査を依頼したのは岩崎さんなんだ。順を追って話そう。その当時、黄金強奪事件の捜査は英国の警察が担当していたんだ。英国は捜査結果や資料を審査して、その後で事件の情報を、あるいはその一部の情報をこちらへと引き渡した。遠野の量刑を決める証拠は審議も含めて有力とは判断されず、さらには本人が自首を選択したことで彼の処分は軽くなった。この時点ですでに岩崎さんは刑事部の人間として本件に関わっていたんだ。いや、きっかけは中林さんの方にあったと言えるだろう。この前も言ったが、当時警察が逮捕したのは遠野と危篤状態になっていた親分の二人だけだった。強盗団が所有する金銭は全てが盗品で、かつほとんどのメンバーが独り身ということもあり、賠償請求は期待できなかった。被害者の中林さんにしてみれば、強盗団は裁かれず慰謝料すらももらえない。当時中林さんの母親は病気を患っていた。彼自身も高校生で、妹はまだ小学生だった。彼らの家は中林さんのお父さんが一人で支えていたんだ。そんな中で父親が殺害され、もともと衰弱していた母親もショックにより他界してしまった。その後中林さんは学校に通いながらバイトをして、親代わりとなって妹を育てていた。岩崎さんはこの事件を知った当初から中林さんのことを気にかけていて、正月や節句のたびに中林家を訪れていたそうだ。中林さんの仕事が遠野と関係していることは岩崎さんも偶然知ったそうだ。ああ、それも彼らは頻繁に接触していたらしい。遠野が拘留されている刑務所に中林さんが出入りしている？ああ、先月のことだ。担当している事件の調査で刑務所に行ったんだが、そこで偶然中林と遭遇した。犯罪者をテーマにした実名報道をするために現地へ取材しに来たんだと。だがあいつは終始落ち着かない様子で、話している時もどこか上の空だった。何か面倒ごとにでも巻き込まれたのかと思い、仕事のついでに刑務官から中林の話を聞いてみたんだが、そこに遠野が絡んでいたと。その通りだ。刑務官が言うにはな、中林が取材で刑務所に通うようになってからもうすぐ3年が経つらしい。あいつの面会記録も見せてもらったが、すでにかなりの人数と頻繁に会っていた。
九段の遠野とはあまり会っていなかったが、刑務官が言うには二人の仲は良好だったそうだ。ちなみにだが、中林が犯罪報道を担当していると知ったのはその時が初めてだ。気になって新聞社にも尋ねたが、刑務所への取材命令は事実だが、どの案件を担当するかは本人の自由だったらしい。その後、中林さんと話は？もちろんしたさ。あいつは父親が殺された時の状況を知りたかっただけだと言った。黄金強奪事件を記事にするのも世の中を戒めるためだとね。その話だけを聞けば立派だと思いますが。ああ、これがただの取材なら何も気にする必要はなかったんだが。先週、中林は遠野が釈放されることを刑務官から聞いたらしい。それからあいつは宝探しイベントとやらに出ると言って会社に有給を申請したらしいんだ。そのイベントを調べたら案の定、開催地はあのノスタ島、中林の親父さんが殺された場所だった。釈放された遠野も行方不明のままで、困ったもんだ。それで中林さんが復讐を企んでいるかもしれないと。そういうことだ。あいつの妹のためにもバカな真似をさせるわけにはいかない。岩崎さんは長年刑事をやっていて犯罪については敏感だ。その上、中林さんのこともよく知っている。彼の懸念は妥当なものだろう。やはり君は鋭いな。確かに不自然な箇所はある。やはり君は鋭いな。確かに不自然な箇所はある。刑務所では刑務官が常に見張っているし、監視カメラも多い。そんな状況で中林さんは何もできないさ。そこだ。だからこそ岩崎さんは中林さんの行動が気になったのだろう。強盗団の話になると中林さんは決まって暗い顔をする。以前岩崎さんはそう言っていた。遠野はその一員だ。どう転んでも中林さんが本心から親しく接するとは思えない。そう捉えるのが自然だろうな。岩崎さんは最初この件を自分で対処するつもりでいた。だが別件により叶わず今に至るというわけだ。親しかった岩崎さんにも嘘をつくほどだ。真正面から言っても中林さんが正直に話してくれるとは思えない。一般のイベント参加者として接触し、彼が島に来た理由を探ってみよう。
いいだろう。そのシナリオで行こう。これから向かう先はきっとそのためにはうってつけの場所となる。偶然にもその場で中林さんと出会うことがあれば、本当に先ほどのシナリオ通りにことが運ぶかもしれない。彼の父親が亡くなった場所だ。中林さんはきっとそこを訪れるだろう。黄金強奪事件の資料だ。上陸前に端末へ入れさせてもらった。ああそうだ。ノスタ島は大陸から遠い。英国の警察が到着するまでにはかなりの時間がかかる。それに当時は雨季であり、警察が駆けつけた頃にはもう証拠と呼べるものはほとんど残っていなかったそうだ。遺体の周囲にも凶器や犯人の痕跡はなく、唯一判明したのが中林さんの父親の死因が窒息死であることだけだった。中林さんの母親の証言によると、あれはネックレスの痕跡だそうだ。中林家の家計は苦しく、家族がもっと楽に暮らせるよう父親の敏夫さんはよく沖へ漁に出ていた。中林さんの母親は夫の安全を願い、古い銅貨からネックレスを手作りし敏夫さんに渡していたそうだ。当時の警察も現場を隅々まで捜査したが、その銅貨のネックレスはどこにもなかったという。警察もそう推測していた。だが敏夫さんが亡くなった直後、強盗団の内部で争いが勃発したそうだ。結果その後のネックレスの行方はそのまま途切れてしまったんだ。
そうだ。もう間もなくだな。彼が来る前に先に廃屋の中を捜査してみよう。何か手がかりがあるかもしれない。想定通りだ。落ち込むことはない。あなたたちは。驚かせてしまってすみません。誰もいないと思っていたので。それは。実は私はハンターではなく新聞記者なんです。お宝を探すために来たわけじゃありません。取材に来たんです。お二人こそなぜここに？我々は調査のために来ました。調査ですか？あなたたちは。ところで、記者さんが取材をしに来たということは、やはりこの場で起こった殺人事件のことをご存知ということでしょうか？はい、その通りです。その事件に関する記事を書いています。すみません、お二人の気分を害してしまうんじゃないかとそのことを伏せていました。いきなり自分の立っている場所が殺人現場だと言われたら、普通は引いてしまいますからね。事件の結果が一転すると？てっきりそんなことを期待しているのは新聞記者くらいだと思っていましたよ。当時の事件は内部抗争で終結しているんです。状況が変わるとしたら、おそらく殺された順番くらいでしょう。
それにあの強盗団のメンバーは全滅したんです。今更状況がどう変わっても彼らには何の影響もないでしょう。確かに事件の真相が別にあったとしても人は蘇りません。ですがそれによって救われる人もいるはずです。幸い私たちの調査対象は一致しているとお見受けします。どうでしょう、今後の調査は共同で行ってみませんか。この事件についての情報をお互いにシェアすれば何かと便利ではないですか。それはいい提案ですね。ですがすみません、お断りします。私たちは職業が違いますので、ゆえに調査方法や注目ポイントが異なってしまうかと思います。それと私は職業柄個人での行動が板についてしまっているので、何より新聞記者にとって特ダネは生命線ですからね。そういうことならイベントが終わった後帰りのフェリーでゆっくりお話ししましょう。わかりました。ではまたイベントの後で。それではまた後で。他の場所も回ってみたいので先に失礼します。中林さんはここ3年、取材のために遠野のいる刑務所へと頻繁に通っていた。事件に裏があるかどうか、彼ならもう分かっているんだろう。事件の真相を気にしない姿勢を取ったのは、この事件と自分の関係性を隠すためだ。彼から見れば、我々は赤の他人だからな。彼は自分からこの事件との関連性を明かしたくないはずだろう。君は気づいたか？さっきの自己紹介の時、中林さんは自分の名前さえ言わなかった。追跡アプリを見る限り、中林さんは小屋の逆方向へと移動しているな。この方角は他のトレジャーハンターたちの動向とは明らかに違う。彼の目的はやはり。残念だがその可能性が高い。彼が遠野の情報をどうやって知ったのかは謎だが。もうすぐ何らかの行動を起こすはずだ。そっちの方で中林さんのステータスを確認してみるといい。
ああ、とにかく今急ごう。彼の現状を把握しておかないと。先ほどモニタリングシステムを確認したが、この辺りに端末を持っている人間が来た様子はなかった。参加者が持っている端末は全て正常に稼働していて、現在見えている情報に間違いはない。システム通りであれば山崎さんたちもこの辺りにはいなかった。つまり中林さんが他の参加者に襲われて端末を壊された可能性は低い。中林さんの行動経路を見てみなさい。変だと思わないか？そうだ、おそらく彼は目的地へ向かって走っている。復讐をするならターゲットの位置を把握しなければならない。だがこの様子だと島で人探しをしているというよりは、むしろターゲットのところへかけているように見える。どうだろう、山崎さんも頻繁に刑務所に出入りしていた。彼と中林さんの間に何かつながりがあってもおかしくはない。とりあえず尾行を継続しよう。何かあったらその場で臨機応変に対応していくしかない。